どうも。今回はフレンドのイー君と、ミッドナイトデートをするよ。マップはカスタムズで、目的は特になくブラブラするよ。道中 PMC やボスと会えれば装備をいただきたいね。夜はモニターの設定や、ゲーム内設定で見え方は変わるけど、月明かりがないとすごく見づらいよ。ここはマップ左側の赤倉庫の上側だね。ここで出撃したら赤倉庫を漁るか、早々に川を渡って寮に行くか迷うね。左端で出撃した PMC を警戒しつつ、さっさと川を渡ろうか。ちなみに今はナイトビジョンゴーグルをつけてるよ。外すとこんな感じ。かすかに夕焼けみたいな明かりがあるけど、実は午後10時を過ぎてるよ。ロシアが舞台のゲームだから真っ暗なのは、午後11時から午前5時くらいまでかな。とりあえず川を渡っちゃおうか。カスタムズは1ヶ月くらい前に、PMC の出撃位置が追加されて、川を渡ったすぐのところ、ボート脱出のあたりで出撃してる PMC が、いるかもしれないんだよね。川を渡ってる時に撃たれると、遮蔽物もないし逃げるのに時間かかるしで。かなり不利だから警戒しながら行こう。渡る前にお薬飲んでおこう。む？何やらイー君が対岸に人影を確認したってよ。対岸にいるとなると、渡るのも不利だし。ここで待っても後ろから PMC 来そうだしな。無理して渡るか、後ろが怖いが待つか。あとは堂々と端から渡るか。割とこういう選択とか判断が、生死を分けるゲームなんだよな。私には対岸に人影らしきものは見えぬな。うわあ。そこかー。おらあ。やったか？やれてるね。一人かな？少し周りを警戒しよう。大丈夫そうだね。あ、びっくりした。一発目が左の壁に着弾してたから、右から撃たれたのかと思ったよ。わあ、ケースだったのか、怖い怖い。このケースってショットガンで使用できる弾薬が、かなり凶悪で、この敵さんが持ってたシャープネル10ってやつは、貫通力はかなり低いけど、一回の射撃で87ダメージのペレットを8発も、ばらまいてくるんだよ。これがどういうことかというと、足に6発当たれば死んじゃうってこと。足につけるアーマーはないから、いいヘルメットやいいアーマーを着てる相手にも、足に当てればワンショットでキルできるんだよ。今回は被弾がなかったからよかったけど、恐ろしい武器だよ。2発目も外してくれたから、マズルフラッシュで敵の位置が分かって、なんとかなった感じだったね。にしても足音とか草の音とか、一切聞こえなかったなぁ。私はあまりケース使わないし在庫もあるから、イー君にあげるよ。このレイドの少し前のレイドで、敵と間違えてイー君のことを、めった打ちにしちゃったから、お詫びも兼ねて受け取ってね。これ昼間だったら一発目で確実に、死んでただろうなぁ。敵さんはナイトビジョンゴーグルもつけてなかったから、正確に足を狙えなかっただろうしね。弾を込めてる間に今回の武器を紹介しようか。今回の武器は MCX だよ。この武器は 7.62×35mm の弾を使用するよ。この弾はドット300AAC ブラックアウトとも言われてて、5.56mm ナト弾と同じマガジンを使うよ。もちろん 5.56mm ナト弾は撃てないよ。逆に 5.56mm ナト弾が撃てる M4 とか HK416 で、ドット 300AAC ブラックアウトは撃てないよ。マガジンに弾を入れるときは、入れ間違いに注意だよ。初心者の頃はマガジンに入るんだから、撃てるだろと思ってたよ。結果は言わなくてもわかるよね。敵さんの目の前で撃てない銃を、カチカチ鳴らしながらお亡くなりになったよ。この橋も遠くから狙撃を狙ってる PMC に、注意しながら渡ってね。レベルが上がってタスクが進んでくると、100メートル以上離れた距離から、PMC をヘッドショットで倒せってタスクが、出てくるからそれをやってる人が、川を渡ってる人を狙ってたりするんだよね。イー君が敵さんの足音を検知したようだよ。どうやら川を渡ってるみたいだ。どこだ？お、いたいた。やれたっぽいね。死体が川に落ちちゃうと、漁れないからもうちょっと待ってから、撃ってもよかったかも。一人っぽいし漁れるか見に行こう。にしても倍率スコープで、フルオートは撃つもんじゃないね。リコイルがとんでもなくて、制御できる気がしないよ。タルコフのリコイルパターンは、かなり特殊だから機会があれば説明するね。お、川には落ちてないね。ただここで漁るのは怖すぎる。まあなんとかなるっしょ。お、この人も MCX を持ってるね。レイド品マークがついてるから、寮の魔法陣部屋で拾ってきたのかな？ありがたくいただくね。
MCX は弾も武器自体も割と安く、カスタム費用もそこまでかからずに、そこそこ強い弾を撃てて、使いやすくていい武器だよ。もう一つの銃はフルカスタムの AKS-74U だね。これを持ってきたってことは、タスクをしに来たのかな？カスタムズで AKS-74U を使用して、スカブを25人キルしてこいってタスクを、やりに来たんだろうね。ただ出撃位置が寮に一番近いとこだったから、寮の魔法陣部屋に行って、いいものが出たからすぐ帰ろうとしたのかな。こんな風に PMC を倒したら、その人の装備をいただけるのはもちろんだけど、装備とか持ち物から、この人は何をしに来たんだろうかって、推測するのも楽しいよ。ちなみに AKS-74U も、E 君に贈呈するよ。さて、この後はどこに行こうかな。こんなところで PMC から装備をいただけるとは、思ってなかったし、すでに重量も結構あるから、もう帰ってもいいかな。一応寮とガスステーションを除いて、ボスがいなさそうだったら帰ろうか。ちなみに夜のカスタムズは、カルトと呼ばれる敵対 NPC が出現するよ。こいつらはかなり厄介で、足音が一切しない上に、毒ナイフで背後からいきなり切りつけてくるよ。もう完全にホラーゲームだよ。カルトは大体司祭と教徒の二人一組で、もちろん銃も持ってて撃ってくるよ。厄介だけどいいアイテムや装備を、持ってることがあるよ。マップで言うと下側の工業地帯、新建設周辺にいるよ。今回はもう荷物も重いし行かないけど、機会があれば今度行ってみようか。ちなみに毒の状態異常はかなり厄介だから、カルトがいるであろう場所に行く予定なら、毒を治療できるアイテムを持参するのを、忘れずにね。ここ以外のマップだと、夜のウッズと夜のショアラインでも、カルトが出現するよ。なんかマガジン1個減ってね。これまさかクイックリロードしちゃったか？さっきの端から PMC を倒したシーン。このリロード。スローでもう一度。これはクイックリロードしてますわ。普通のリロードと比べるとこんな感じ。もちろんクイックリロードの方が早いけど、クイックリロードは装着中のマガジンをリグに入れずに地面にポイするから、あまり使いどころがないんだよね。R キーでリロードなんだけど、同じ R キーの二度押しでクイックリロードだから、焦って2回押しちゃったんだろうな。こういう時はさっきの敵さんからもらった、同じ MCX のマガジンを使わせてもらおう。この弾はあまり強くないから、全部取り出してから、予備の弾をコメコメしよう。まああんな橋の上に、マガジンが一つだけ転ってても、誰も気づかないだろうね。夜だし見にくいから拾われることはなさそう。保険もかけてるし、帰ってくるだろうから、取りに行かずにそこで休んでてもらおう。E 君がスカブ君に見つかって撃たれたらしい。コメコメ終わったよ。お待たせだよ。おめえか？うい。私の友人に発砲し追ってからに。その後、寮にもガスステーションにもボスが、いなかったから出口まで来たよ。夜は草むらの中に隠れられてると、本当にわからないから、グレでクリアリングするよ。大丈夫そうだね。じゃあ脱出しようか。久々に夜レイドに来たけど、視界が悪い分、音が重要だったり、丁寧なクリアリングが必要だったりと、夜には夜の楽しさがあるね。お疲れ様。見てくれてありがとね。夜ファクトリーに行ってみるぜ。暗すぎて何も見えないって噂だけど、さすがに少しは見えるだろ。は？なんだこれ。自分の武器すら見えねえぞ。ライトつけてみるか。これは予想以上だな。こんなこともあろうかと、ナイトビジョンゴーグルをつけてきたんだぜ。こらい。よく見えるぜ。眩しい。